皆さんこんばんはあ。今日も始まりました8時1分25秒でございますが、えー、話し方二人でさあ何話す？ボリューム54。1年っていうのは53週だから1年過ぎたってことですよね。2年目に入ったお相手は柳谷さんのスケと林屋ボタンでございます。よろ,ますよろしくお願いいたします。今日も大勢さんお集まりでありがとうございます。ですね。ありがたいですね。まあ今日はね,ね行くとこないからね。うん。 で、ね、もうどどどまあ東京だけじゃないからさ来てくださっていここはね、はい、あれなんですけどうす、ね、もう皆さん乾杯案件をぽちょぽちょと上げてもらってますなルマンド美味しいですよルマンドとカバランの <laughs> <laughs> トニック <laughs> とか面白いね。 ええ、マーサー、いいはワールドクラフトどんどん増えてね。なんか美味しいな、美味しそうな感じのかなんかね、缶が、うん、デザインがとっても可愛らしいですよね。うん、本当、うん、ビールやっぱりうち飲みがさ、うん、増えてさ<ー>どんどんこういろんな種類が出てるね。はいうん、あ本当だ、乾杯フライングでね氷結ぶと、うん。そう、私も今日は先に上げてある通りで、はいえー、一番絞りのご造造専用のプレミアムで。<laughs> これね、もうあと何本かしかないんですよ、はい、飲みきったんでとななか貴重な感じ。<う>第一等品ですよ。そうでこ、この時期になるとさこの時期になるとあの、もうあのお歳暮とかのあれがないので、うんうん、届かなくなるんで、えー、先日あの、ビールを一ケース発注いたしました。うんうん もう自分で買って飲むしかない。<laughs> こ,れこれで我々のこのさツイッターアカウントとこのおすすめユーザーにユ、うんうん、ナイテエールさんがあ,あ出ましたかとこう式が来ましたね。ものの酔いどれてるのが分かっちゃうん、ね。我々我々がね常にでもあのこのアカウントをさ結構ほら、はい、落語を好きな方はフォローしてくれてるからさ。はい なんかラ俺あんまり落語のアカウント見ないんですけど。私もいません。うん自分のあれだと見ないんだけど、うん、このアカウントに紐づいたなんかおすすめツイートみたいのもいっぱい出てくるからさ出、ね。出ますね出、うん、ますね。うん思います前よりもねなんかそういうの見るようになりました。うん、そうそう情報がね入ってきますね。うん、あのなん,んですかね話しか仲間のあの情報ってあのあんまりその我々今までちょっとあのね。 チェックしてそう <laughs> チェックするとキりがないからね。あんまり知らない方がいいんだよあの中よくほよくね。うんうん。えー、今日もおー Twitter のおサンボタン1の公式アカウントに、はいろ、はいろおありそういうのを見ながらね進めていきます。で皆さんもよかったら見てください。 そして「ハッシュタグ #3 ボタン」に皆さんのね感想でしたりそれからまた、うん、あお召し上がりになってるねアルコールであったり、うん、ソフトドリンクであったり写真もアップしていただければ、うん、我々が見てただへえっていうだけですけど裏,裏,裏テーマとしてはただの飲み会ですから毎週ただ飲んでるうで、うん、よ一緒に飲んでたってそれ何飲んでんのみたいな話になるじゃないそれをこうバーチャルにやってるだけですからね、はいはい えっとね今週は私はですねあんまりうちから出てなくて一日ロケに出たぐらいなんですい物そうそう和裁のもうね80歳近くになる和裁の方のうちへ行きましてねいろいろ伺ってまあ番組になるんですけど来月だかのね。 うん、ひょっとしてなんかまた仕事とかだかなんとか縫い物とか頼んでませんか？うちに縫ってない単物があるんですけどとか言いますか。<笑><笑>それはねさすがにないんで、今だって着物をこさえるようがないからさ。そうなんですよ。でも私まだね、うん、一個ね若草色のね。うん あの証券のいい反物があるんですよあまだ生であるわが、ね、そう反物の状態でもうた多分触ればねわかると思いますいっぱい兄さんも他人のね、うん、いい着物を畳んでらっしゃるからもうさ持った時点であっていうふかふかっていう感じですね。うんうんうん、我々はあの自分が持ってるかいないかにはかかわらずさ<う>あの人のいい着物をいっぱい触るっていう。 いろいろたまあのたみましたけど、うん、正直あの円滑賞の円滑賞って体が小柄じゃないですかだから布の面積としてはとっても小さいわけですよそうなの羽織りたたんでるみたいに着物をめるんだよ、ね、それぐらい着物はねとってもちっちゃいんですけど、うん、もう持った瞬間に絹ぬの重みがずしっとくるっていうか、うんうん、そうだね触って たうわこれは高級なんだろうなっていうのがすごい、うん、あの素人感慨でも伝わってきましたね、うん、円滑賞よりこう着物のが重いんじゃないかな私もそう思いますよ、うん、本当にあ,あと身に着けてるライターとかそういう方が重いからねあと靴靴靴,靴とか靴はほら厚底だからシ,シ,シークレットブーツね、うん、そうそうそうあ,あと時計も重たそうだしあと時計も重たそうだし <laughs> いやシークレットじゃねえもんだって演歌賞、公認のシークレットブース。あ,あの高級時計をあの普通さあの講座の時はさ、装飾品を外すじゃないですか。演歌賞と演歌賞はその高級な時計をお客さんに見えるように、うん、くる で、結構、と、時間を確認するんですよ、うん。そうそう。あれ、私、面白い。あれ、いいよね。いい仕草だよ、ね。あれ、面白いなと思いました。あの、口、うん、座から降りる瞬間にも見るしね。そうそうそう。うん、あれ、おかしいなと。で、うちの市長もね、あの、時計、あの、脇の仕事、寄せでは全然使わないですけど。うん、脇で、やっぱり、一時間以上の持ち時間になった場合って、うんうん、やっぱ、ちょっと微調整があるじゃないですか。なので、うちの市長も、結構ね、あの、口座に、あの、脇では、時計つけてったんですよ。でも、うちの市長は、あれです、あの、バタフライって書いてある。 <laughs> 卓球メーカーカ、ね、まあそれはもう業務用です逆にバタフライの時計持ってる方がすごいですよウェアとかシューズは売ってますけど <laughs>、うん、あれは多分バタフライのなんか、うん、あの創業何周年とか50周年とかの記念、うん、記念ウォッチみたいな、うんうん、ものなんでね。馬風師匠はねいい時計してるんだけどさ口座には持ってかないけど目が悪いんで。 時間わかんないんだって。あ,あいやそうですよね。だから時計狂ってても全然わかんないっつってた。ああなるほどなるほど。ほど <laughs> だから狂ってた俺見た時、全然違う時間になってた。面 <laughs>、うん、白いアクセサリー。あなんかそうアクセサリーだね。うんあの当時の人のあの時計に対するその、うん、なんていうんですかステータスっていうんですか？うん、うんうん、ありますよね。そうそうあのどう昔の芸人さん旅とか行く芸人さんはね。うん いい時計をしてったって聞きました。ああね、舐められないようにみたいなね、うん。それもあるし、はい、もし旅先で雇用者が逃げたりなんかするってことがあるわけよ<ー>昔は。はい,はいはいはい。ね。 そうするとその時計を七夜に持ってって帰ってくるみたいな、ね。ああな,なるほどなるほど。だからそういう役目もあって芸人さんってなんていい時計を身につけとかなきゃダメなんだよってなことを漫才の先生から伺ったことは。ね昔はやっぱその工業主のねなんかね、うん。ありますからね逃げちゃったりね、うん。そうそうそう,そういやそんなことをあのまあ平成の世の中でとか言っても、うん、結構平成になってもまだその。 ね、名残を皆さん持ってらっしゃいます。なんかこの間もさ、なんか旅先で話して。今でもなくはないよねみたいな、なんか俺一回だけあるよみたいなそんな話してたんだけどね。未払い問題ですね。うん。過払い金じゃなくて未払い。そうそう、未払い金だから。ね、だからもらわなきゃいけないんだけどさ。俺はないかな。私も全部回収しました。心を鬼にして。あの、いや。そこはいただかないと。ってい。う なんかあの全然関係ないところで親の介護が大変でとかで<ー>出てきたんですよメールで。そういうことを言う人いるね,んだね。いや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 そこはあの大変なのはわかりますし、それはいけないんですけど、うん、でもそのその予算をそっちにあの流用することは、うん、あの良くないことだと思います、うんうん。そうです、それはもちろん。乾杯するの忘れてた。うん、あ、お。 おお、皆さん教えてください。教えてください。いやいや十分的やつ。ああよかった。もう私ももうさすでに飲んでるから忘れるんですね。いけませんいけません。そうだ。俺も今日はさ実はもう頭が前から飲んでて。あそうなんです。ね、失礼しました。待ってるお客待ってるお客さんがいたら本気ですみません。いや待ってないと思うけどさ。一応あの飲もうよ。だってザビさんとかもうだってもうさ日比からスタートしてます。うん。いつももう飲んだくれてからね。ねいいです。は一応ね。 はい、ここで乾杯、はい、皆さんもあれなんだよね明日お休みの方が多いんじゃないのそうそうそう今日ね祝前日なんですね金曜日っぽい雰囲気、はい、よそれ良かったなと思います飲みましょう<い>、えー、どうもお疲れ様でした乾杯ほい,、えー、い,いいやいいいいですね 今日はだからそのあのビールをお召し上がりになってたんですか？そう、うんとその前は焼酎飲んで、焼酎からスタート。で今ビール、こっから。キュウちゃんさんもなんかオリオンのなんかまた見たことないようなこういいですね。全国の皆さんからいろんな。四十一って書いてあるよ。え四分の一じゃないんだ。アンバーエール。私縦にこう書かれるとなんかあのね最近知ったんですけどオリオンビールといえば。ははいい オリオンビールが今大問題になっていて、<う>オリオンビールって沖縄じゃないですか。い沖縄って長らくね、うん、あのいわゆるこう戦後からのいろんな流,、うん、流れで、ビールの税金が安いんだって。はあはあ、なるほど。でオリオンビールって税金がすごい安いの、ねそ。そのまま来ちゃってんですね。あの外国だったって<う>あの砂持って帰るみたいなやつですね。 それを本国と本国ってもうとっくり本国なんだえなんかそういうやっぱり統一していこうっていうさ国税庁がさ言い出して揉めてんだ今。いやそしたらオリオンビールの人ええって思いますわねいやいや今までこれでやってたしそしたらんかみんなもじゃちょっとオリオンビールの一杯のね缶一本の値段上げないとってなりますよね。そそそそももさうううすすると売れななくっちゃしでよ ねでビールってすごい税率もともと高いからさなかなか大変で<ー>今ちょっと、えー、どうなるかまあどうなるっつったってあげるっちゃ上がっちゃうんだろうけどさこれ結構経営に影響があると思うよいや私これ知りませんでしただからといってこれでオリオンビールがなくなったらわ非常に寂しいですしいそうなと。 なんていうの朝日だか札幌だかなんだどっかの資本が入ってんだよねもねーんああそうかそうかそういうことも含めてね、うんうん、だけどやっぱり沖縄の、うん、なんていうかな<ー>もう一つの名産みたいなもんでなんんかかもだだら安いんだってさうんだこれも全部一緒にされちゃうとだからオリオンがそうなっちゃうと青森ももしかすると税率が上がっちゃうんじゃないかとかっていうのがあってね。ここあの管轄はどこに でも国,国税庁ですよだから国税庁のかいや実はねちょっとあの、うん、あのまあ、話の腰をじゃないですけど私ね一昨日ね、うん、あの政治資金パーティーみたいなの,の司会をねいいねすいませんね。<laughs> <laughs> ーーやって,やってあのボタンさんも資金パーティーやってほしい行くからニューオータニニニューオーオタニの, <laughs> あのいいね場所もニニューオーオタ永田町から近いから、うん、今も政治家のパーティーはニューオータニなんですよ、うんね、でそれで、えー、まさかの「私と安倍晋三控室一緒問題みたい」っておっと ゲストスピーカーが、うんえー、安倍晋三先生と、うんえー、萩生田光一先生経産省大臣に、はい、なっ、はい、でそれで知らなかったんですよその司会の,あの進行台本もらうまで、うん、ゲストスピーカーが。で私そのうん、うん、パーティーを主催してる木内尋先生っていう静岡7区の人と彼が議員浪人してた時からもう。うんうん 20年近いお付き合いなんで、うん、ねえなんですけど、うん、でまああのせ先生たちも多分コロナで営業が少ないんだねいやーそりゃそうだよお金らつみん大変だよ2だ二人が 2>、うん、でそれで、うん、それも直前まで決まんないから司会も分かんないんだよだそれでやっててああでまあで私控え室ねあ仁タ谷の宴会場の、まあ、前室みたいなとこで待ってたら、うん、秘書の方が 安倍先生、今あの、議員会館お出になられたんでもうお見えになりますって言ったら「えこの部屋来んの?」って言って「やめてやめてやめて」いややめてほんといやだってまあ SP の方お一人ついてくるまあ、もう総理大臣じゃないんでそんなにたくさんは連れてこないんだけどいやいやいや同じ部屋あってもう喋ることないしいやいやもう喋んなくてもいいんだろうけどさいやいやおうじゃないで芸人もだってもしさ無言でさなんかいられないし行ってやりたいことはいっぱいあるけど行ってやりたいことは多分行っちゃいけないことじゃないそうだ。 だからのそう。でみんなの「10万円ありがとうございます」とか、うん「あのマスク助かりました」とかいやいいんじゃねえかとかいやでもそういうこと思いつかないじゃないですかそういう時に限って「今年は桜を見る会あるんですか?」とかそう言っちゃったりとかしたじゃないですか <laughs> 大しくじりですとかあの今日「今日はあのマスクじゃないんですね」とか言っちゃいそうじゃないですかでも私なんかもし本当に来たら絶対ペコペコしちゃうと思うんですよ。<laughs> まあね 一応芸人さんはそういうもんですよ。よだけど、迷惑を持った方とか、うん、ね。うん、あの悲しい思いをした人とか、うん、説明責任がなされないことによって、うん、あの心を痛めた人が大勢いらっしゃったと思うんですよ。うんうん、なんかそういうなんか、無念の気持ちをお持ちになってる人も大勢いるのに、そこで私がなんか有名な人だからって。うんうん ね、だからってペコペコするのは自分のしなんかこう信念に反する、うん、と思って「あのうん、安倍先生はお見えになります」と「ああ私もう司会席の方行くんでいいですいいです」っつって「お一人で使ってもらってください」うんうん、って言って出てきちゃった。あらちょっとなんか事件起こしてほしかったないなと思あの、ね、俺だったら<が>俺だったらねあれだな。はい パソコンで新聞記者をでかい音かけて見てるかもしれない。いや、無理できない、できない。あ、面白いなこれなんて。できない、できない。ど、面白いじゃん。いやいやいや私が黒塗りにされちゃうよ。本当だ。だっていや、ね本当にもそのないないとは言い切れないことだしね。だまあ呼んでくれた久地さんにね、迷惑かけて。まあそれはその僕らはさ。 まあそういうういい仕事でで行った場合には、ね、ううしょうがないですよ最初に呼んでくれた人の自分の一番近しい人に義理があるから、うん、その人の顔に泥を塗ることはいけないから、うん、だ,だから私は部屋を出て最低限本日は大変お忙しい中元内閣総理大臣安倍晋三先生が 木内稔議員のために、駆けつけてくださいました。それでは、安倍先生、よろしくお願いいたします。言って終わった後、安倍先生、ありがとうございました。うん、先生は、この後、公務がございますので、ご退席なさいます。皆さん、大きな拍手でお送りください。っていうのが、お仕事だから。そうだ。一瞬来て、一瞬で帰っちゃうやつ、ね。そう,そうそう、ね、でもね、もち、あの。私、本当に、ここで、あのー、安倍晋三先生に会うまで。うん、あの。あ この人あのー、こんなこと喋るんだとかあの多分自分のシンパしかいない時ってのびのび、うん、ああ<の>そうそうそれでよく出現したりするんだよねだと思う私そう思いました彼,彼はね時計見て営業してますよね、うん、えっと10分区切りで1セット10分で昨日あ一昨日は20分の持ち時間で、うん、外交10分経済10分で, 1>,、うん、で1セットな多分40分の講座だったら、うん、あともう。うん トピックスがつあったと思うんですよそれでちゃんと時間ぴったりに降りてきますしんかくすぐりとか入れたりとか最後に落ちとかつけて帰ってきたんですよ。だって多分さそれギャラ発生してるやつであとそれはねあんまり上げすぎちゃいけないらしいんですよやっぱ大きな問題になるんで上限が多分10万とかいくらとか決まってるまででもあるわけじゃんそう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 そしたらやっぱりちゃんとやんないとさ あお呼びがかななくなりまそうだよでねそれでその安倍さんはねだからね、うん、20分ぴったりあの、うん、10分10分のトピックスで下げまでつけて入ってったんですよ。うんうん、でなんかあのーまあ、今日ねお聞きの方にね安倍さん,、うん、さんのねご親族の方いらっしゃったら申し訳ないですけど私あの彼に対するイメージっていうのはお腹痛い人っていうイメージだったんですよ。 モニ,ョモニョ喋って滑舌悪くてお腹痛い人ってイメージがあったんですけど、うん、昨日はおとといはすごい元気そうに見えてもうあれじゃないもうなんてほっとしてなんかポンポンも痛くないしさそ、うん、ひたびれてないから滑舌も,滑舌,も滑舌はすごい悪いんだよでも悪い悪い元ともとねそういうのあれだよな、ね、拾って俺ポロって行っちゃいそうになるそうなのだ<れ>から言わないようにしたら。

もう秘書の方からいただいた台本だけを真面目に読もうと思うんです、ねうん、そうなのそこはもう進行するしかないそ,<う>それだってさなんかうっかり間違えちゃうとかさそそうそう,そうありがちです俺昔さ結婚式の司会でやっぱり議員さん来るじゃんなんか、はいね、そういう感じで。はい で今はもう随分前の話だからさ荒川区の結婚式でねそれで荒川の自民党の議員さんにさ西川一郎さんっていいう人がたのよでその人がスピーチに来たんであなたが首相元首相を紹介するみたいにさもうううどせ一一瞬瞬喋っってでで帰ちゃ人すよそれでそれをパッて紹介したんだけどさ俺は真面目に紹介したつもりなんだけどさ会場が凍ってるわけ。 あれこれなんか変なこと言ったかなと思ってさ、うんうん、後でさ聞いてみたらさあの、広川太一郎って言ってて言たんだって好き <laughs> がないからね <laughs> 広川大一郎だったらさ、ね、もっとすんごい面白いこと言わなきゃだめじゃん、うん、なんと、もうミスターブーみたいなこと言わなきゃいけなくなっちゃうからさ。はいはい、<laughs> ねなんかダジャレで登場しないずーっとスピーチの間ダジャレ言ってなきゃいけなくなっちゃうからさ。<laughs> あおかしいね そ,それからそれ以来ね、まあんまり司会はやりたくない <laughs> そうそう。あさんだから、ね、向きでも私まあまあでもちゃんとや,や,やったと思す、うん、まて、あ、それでその後、安倍さんが20分喋ったと今度は、うん、萩生田光一、えー、経産省大臣あ、うん、いや私この人ねこうあすごいなと思いました説明がすごいわかりやすくて校長先生みたいく、うん、あ多分聞いたら答えてくれるっていうな、うん、なんか我々がなんかあの。 どうしてこれはできないんだろうとかどうして今まで国はこれをやってこなかったんだろうとかいうことに対してなんか聞いてもないのにちゃんと皆さんこうだと思うでしょとかなんで日本製のワクチンすぐできないんだと思うでしょとかいうのも全部その あの答え自分で言ってなんか今までこういうことがあってで当時はそれが正しいと思ったから当時の人を責めることはできませんがもうこれからはそういうことがないようにこういうプランを立てました例えばあの薬品だったら今50連あの医薬品の工場を作ろうって言ったら3年かかります工場を作って連を作って人を集めて3年かかりますでもそんなことでは間に合いません。だから全国のの工工場場医薬品の工場に 1年置くスペースありませんかって尋ねてであるよっていうところには9割国が負担をするので1年増やしてくださいって言って、うん、で,、えー、でデュアルシステムって っってていうシステムを国の要請があった時だけそのレーンを使うんじゃなくて普段は皆さんのなんかユンケルだったりユンケル作ってていいですそこでうん、うん、でも有事の際にはそのユンケルのレーンを国のためにワクチンやそのコロナの薬を作るレーンに開けてくださいっていう9割は払いますよみたいなプランを今やってそして、うん、あの医薬品のメーカーの人たちが続々と手を挙げて下すってるので。 今ある工場に一年増やしてもらうことによってなんとか対応しようと思ってますみただから僕もね大小様々そういう人たちが出るところへは伺うんですよ今でもね。やっぱり政治家の人って目の前にいる人はやっぱりあやっぱりこの人は誠実な人だなって思わせるテクニックにものすごいたけてるんですよ。 だからさ僕らがさテレビで喋ってんのしか知らない政治家ってさ、うん、こいつどうして選挙を受かっちゃうんだろうって思うような人いるじゃん。うんうん、いやこいつは受かんなきゃ別にここにいることもないしさ、うん、っとあっち行けよって思ったりする人もいるじゃない。だけさやっぱりさあの地元帰ったりねそういう支持者の前で喋ったりするとこの人はいい人だなって思わせんだと思う。だかから僕もあのお正月にななんんいろろところ ちょっと落語会も絡めていくとそこに大概やっぱり来るわけうんうん、うん、あのねあの挨拶落語会の客層と評伝はもう一緒ですかね。うん、うんうん、だからさ怒った人もさ<う>現役の議員さんもいっぱい来るわけ。くるくるくるでさみんなちゃんとやるんだよね、うん、その一瞬の、まあいうん、1>, 1分かそこらのスピーチでもさそれで終わったら帰っちゃうんだけどさ。 うん、で終わ,っ終わったら帰っちゃうのにどうしたらあの人たちななんかこう、ま、なんていうのかなう「もう来んなよ」とか言われないわけじゃん。うん、う普通「来んなよ」って言われちゃうじゃんそのそすぐ帰るぐらいならさ。そうで,すよで、でなんかやっぱり、うん、あるんだなって思いますよ。受、ね、かるっていうことはそういうことなんですね。 一応さ僕らテーブル一緒にされちゃったりするわけそういう一瞬5分5分でもなんかビール一口飲んで帰るみたいなそう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 同じテーブルそうそうもう匠とかいいうすよそう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 そっそう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 そよそう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 ようそ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  絶対あの固有名詞は間違えちゃいけないしさその集まりのさ、うん、はい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 私は後ろだだ、ね、後ろにあのあるじゃパーティーのあの上にかかってるあれ見ながら喋りますんうん俺なんかもう広川太一郎って言,言っちゃうからねぐらいですからね <laughs> 私はもうまあなんか後ろを見ながらこう見てくださいみたいな感じでなんか何々県なんとかかんとかなんとか組合の皆さんはみたいなそうやって、うん、間違えないようにね言いますけどねねいやなかなかそういう意味では あなるほどなとは思うけどでもその「なるほどなぁど」でやっぱり選挙通っちゃうんだなっていうさ、うん、感じもまあなくはないよね。うんうん、だ,かだからある程度その受験と同じでテクニックさえあれば入学した後の学力はどっちでもいいみたいなののと一緒なのかなって <laughs>。そう受、ねね、かっちゃえばいいってやつだね。 そうだ今週はまあ特にそういうあんまり出来事もなく大体うちにいて世界中をウォッチしてましたよ <laughs> いいことですよ私はまあその安倍晋三と二人になりそうだったっていうのがまあビッグイベントでした<ー>でもあれはでもそれ終わって最初ってっきりコロナだから絶対やらないだろうと思ってぼんやりしてたんですけど先週ね、はい、のこの配信を聞いてくださったお客さんからメールが来ましてね。うん <laughs> ええ ええー、小担保を買いましたっていう。<laughs> いや、あの、あの、小担保で良かったじゃないですか。スライリーじゃなくて何ですか。そうそう、うそうそう、そう、スタイリーね。スタ,ースタイリー、スタ,リースタイリー売ってねえと思うよ、多分、うん、もう。私は、私むしろスタイリー気になりますからね。うん、ね小担保買っちゃった人いるんだよ、でも。いや、先週はなんか、まあ、あの、先週も内容のない話をしてましたけど。うん、でも、それはそれで良かったです。1台売れたもん。 <laughs> 俺は別に儲かんないけど。ない、ないけどね。うん、ね、いや、私<も>はね、多分ね、おすすめ上手なんだと思いますよ。<laughs> うちの母なんかね、あの、家の近所でニューバランスを流行らせましたからね。あだってさ、自分が使ってるもんならいいじゃないですか。俺だって、実際さ、古担保、今もう本当に重宝してるしさ。そう、そう、そ,そう、今日は古担保入ってないんですか。うん、今,日今入ってないの。<laughs> でも、そろそろちょっと底冷えしてきたからさ。さ、ね、今日みたいな日はね。 ちょっっとやぱないか足首が寒いいよなんかでも酒なんぽ今入ると多分ねこう喋ってる時はやっぱ熱くなっちゃうしあんまりやってるとぼっとしてきちゃうからさだから最初の,あのこの間あの小たんの正しい使い方をご提案なさってたじゃないですか最初つけてあったまったら一旦切るみたいな、うん、そう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 そ やっぱ下半身だからね、もうずっと足湯に使ってるみたいなもんだから、なるほどなるほど。こーっとしちゃうんですよ。なるそのくらいあったかいからね。まあ非常に丈夫。それあのあのレビューに書いてないですか。ずっと入ってるとあの。あります。ありそうですね。そうだね。はい。ね。いやいやいや。ボタンさんは他に何かありますか。いやおつしゅうはあの今日のひでこ。 こそうのひで子」は出ですねはい,、はい、いやあのえー、と我が家の水仙がつぼみをつけて、うん、じ水仙お花の水仙うん、うん、水仙仙のお花畑にちょっとしたいと、うんうん、なんか割となんかあのちょっと何ですか素敵なね感じでした「うん、水仙がつぼみをつけてきてお母さんはとても楽しみです」っていうことでした。うん 浜松は今日、雪降ってないのかね降らない。雨だった。一応確認したんですけどね。水仙っていいよね。いい匂いするよね。いやでもあれトイレの匂い感がさ。そう、だ水仙と水仙トイレはすごくね、マッチするんですよ。そうそう、面白いですよね。ね。いや、だからさ、なんか。 うちの師匠のうちはやっぱ冬さ水仙いっぱい届くとトイレに飾ってあったからなんか水仙って言ううとトイレの感じよねうーん、私もそう思います、うんうん、あとあれね、えー、と水仙だけじゃなくて、ね、もう一個ねフリージアってい似たような黄色いああ黄色い水仙みたいなやつあれですあれです、うん、あれですあと今日はですね宮沢賢治が理科の先生だったっていうことを言いたかった,みたいです、うんうん、知らなかったです それを知ったんだ。そう。新聞、今日の朝日新聞の。なんか天声人語かなんかで見たのか、宮沢賢治はあの作家とか詩人だと思ってた理科の先生らしいよ。っていうのは。学校の先生の人はすごい多いじゃん。作家って国語のイメージだったんですよ。ねでも実は理科なんです。ええ、理系なんだ。ねそうそうそう。そうらしい。で、そういうことを今日言ってて、でもなんか、その、ああ、じゃ。 あの「銀河鉄道の夜」の話とか、うん、あだから理科だからそうなのかって思ったんだけど、うん、途中からひょっとしてお母さん松本零士と混ざってないかなって思って。うわー混混ざざりそうだね <laughs> 銀河鉄道と混ざスリーナイと混ざっちゃうううやつそてちょっとそれが不安だったんで今ネットでお母さんが話してたの、うん、宮沢賢治で合ってるよなと思って今調べま,ました。うん <laughs>

今日はね、今日知った僕は豆知識はね今日2月10日でしょすんごい苦しいんだけどさフルートの日なんだそうですル、トだねそして苦しいしさフルートの「フ」を2とリンクさせるなんて日本にしかありえないから多分国際的にはフルートの日じゃないんだけどまあごくローカルにフルートの日らしいです。 いや、あれさフルート吹けますでしょ。フルートは音出るよ。でもうんしは多分できないね。そう、うんしは違うんでしょ。だっうんしはだって小指だけで三つのやつもボタンを押さなきゃいけないじゃん。あそうなんですか。あのサックスとかもそうだけどさ、あのなんていうのリコーダーとか横笛とかはなんえればいいわけです。そう、一つの指に対して穴一個じゃん。ね、だけどフルートとかサックスとかっていうのはさ、小指とかにね。 なんかね、3つか4つぐらい割り当てがあるの,よ<え>あのちょっとずらしてちょっと右の方へずらすと違うボタンを押してそれが違うところを塞ぐみたいなさそういうのがあるんでねやかましいんですわあれは。 ザビさんが今更ですが、うん、カリカリコリって音が入りますって、もしかして、うん、で、ゆうゆうさんも気になってるって。私多分、もしかしたら、ます、マイクがね、セーターに当たってるのかな。うん、あ、じゃ、ちょっとね、うん、その紐をね、持って喋っても。そう,そうそうそう、そごめんなさいね、多分、いい多分セーターに当たってるんだと思います。カリカリコリーっていうね。うん 思います。すみません。天聖人号に宮沢賢治のことが載っているそうですよ。あ、じゃやっぱそうです。天聖人号だ。それを今日母が読んだっていうことです。うん、母実家は朝日新聞なのね。 そううちは母親がもともとは読売新聞だったけど、うん、ある日突然タイガースファンになった時に「うん、お母さんは読売新聞やめます」って言って、うん、実家の新聞が「朝日 <laughs> 新聞」になったんです,、うん、かりやすいよ。やくあるやつそうそうそう普通はね中日新聞か静岡新聞なんですよ県内が。うんうん なんでこいつんちね一般家庭なのになんで朝日新聞読んでんだろうって多分、うん、あの配達してくれる人あでもまあ本人は一応「全国紙を読みたい」っていうのが母の意思で。うん、なるほどね。ねあのこのだから理系の人が文学をやったりするっていうねまあだから理系の人が文系の。 あのとこに、たけてるみたいなのって、よくあるよね。発想が、やっぱり理系になる。あの、やっぱり違うと思いますね。私も今その大学院で。その、完全に文系のジャンルなんですけど、やっぱお話ししてると。あ、自分はやっぱり理系の人間なんだなって思いますね。なんか。逆、逆は難しいんだよね。なんか、文系のやつが理系になれるかっていうとさ。あの、なんていうの、こう。 数値とかに頼らない、なんか雰囲気でやっちゃうみたいなと。それだと、科学はダメでしょうみたいになるんでね。あと、だいたい計算苦手だからさ、あの文、文な、うん、文系のやつはさ。その、あの、思いのほか、みんながそんなに怖がるんだと思ったんですよ。うん、数式とか並べたら、あ、これ、いきなりは難しい数式にいかないんですよ。難しい数式っていうのは、うん、あの。 大学の数学です。で,それで、うん、あ、大学の数学は、あ、あ、これのこの式は高校のこれだな。で、うん、高校のこれは中学のあ,あれだな。で、うん、中学のあれは小学校のあれだな。うん、で、一番最後は訓問になるわけですよ。うん うん、だから本当は怖くないんですよちょっとずつたどってけば積み重ねだからねていうかあれですねどういうことっていうのはちょっとずつそのほん,なんていうかこうあデータを分,分解していくていろんなものを分解していくんですよ。ださその理屈はあかんだよねなんかね、うん あのー、理系の人っていろんなこと例えば方程式とかさ微、うん、分析文みたいなものとかもさ、うん、なんか結局こっちの何て言うのかな簡単なんだよって面倒くさいからこういうことすんだよみたいなことを言うわけ。楽したいから公式があってどうのこうのみたいなさだけどさ俺もっと楽したいから公式覚えるの嫌なんだよねみたいなさこれは文系のあの。 あの言い訳ねそ,そもそも理系の人は公式を作れるんで。うん、そうそうだからそれをさ、うん、こうすればこう導き出せるからこうでしょうとかいやそれすぐめんどくさいじゃない <laughs> それっていうさ、そこに触れないのが一番めんどくさくないからっていうこれはもう理系の人と文系の人の絵に埋まらないこの、うん、すごいですねほんメコン川みたいな川が流れてますね、うん、そうなのよね ああ、うん、なるほどそうなんで相性そういう感じなんですね。これ<俺><も>ダメだもん。算数こんなになんかさパソコンとか使ってるから理系なのかと思ったら。いやだからそのパソコンを文系的に使ってるだけだから。理系的な人はもっとほらプログラムをしたりとかするでしょ。これプログラムにダメなんだよね。そうなんですか。うん、いやなんかできそうなイメージですよ、ね。いやいやいやだから主に使ってるのはものを書くとか。 なんかデザインをするとか、はいうん、だからそういうなんていうの文系的なことにしか使ってないじゃん。いやもう長年誤解してました。そう。だからさ、あのなんかなんていうの例えば僕ビデオの編集とかもするけど、多分文系理系の人っていうのはさ、うんうん、例えばこっから何秒このシーンを使って、うん、それで何フレームどうのこのみたいな計算しながらやるんだと思う。うんうん、でも俺ダメなんだよそういうの。 はあ、もう大体でこう詰めていくわけで後で調子じり合わないとこうペッペッペッ,ペッって言って<ー>もうちょっと削るとかさ<ー>、うん、でも多分理系の人の編集の仕方って最初からきれいに詰まっていくんだと思うんだよね。もうある程度計算,計算は普段からしますよね。うんうん そう,そういうことがやっぱりだから同じものができるにしても、うん、そのアプローチの仕方は全然違うと思う。なるほど、うん、だからオイラあんまりだからさ例えばこうやって、うん、今日なんか天気どうかなって見てもさ、はい、その何ちゅうかなあんまり理系的なところにはいかないんだけど、うん、そのいっぱいいろんなとこの地点のこう、うん、なんかカメラとかを見て。 うんうん、それでこう様子でこうなんかこう判断していくんですよね。うんうん、あそれはあの、えー、と手法としてはその文系としては正しい手法なんでしょう社会学の調査の方法とかもそういう感じたくさんこういっぱい見て、うん、その中から共通点を見つけてくってしかも多分言語で自分の中で言語あの、うん、言葉であの集まってくるわけですね情報が数字じゃなくて。 いや、いやいや。でもそれはさそれぞれ。やっぱり文系の人と理系の人がちゃんと言って、お互いそうやって違うやり方で一つのことに迫る。ただ、今はさコロナのことなんちゅうものはさもう理系理系で迫っていくじゃん。しょうがないよね。今は科学しかあの解決できないからだけど、やっぱりこっから先なんだよね。こっから先って人の心とか。 コロナで人の心がこうなっちゃったことをどうしていくかとかそういう話になっていくとどうやって人は言うことを聞くのかとかうです、ね、だから世の中が全部理系な人だったらばもうとっくにコロナなんてね<ー>克服できてるかもしれない。 いいやそれれはあるかもしれないす、ねうん、みんなワクチン打たねえとか何とかとかって、うん、なんか大騒ぎしたりする人は、うん、世界的にいっぱいいるわけじゃん、うん、日本は割と言うことを聞くっていう国だからそう,そう,、ね、うまくはいってるかもしんないけど、うんうん、そういうなんかのの人の出番が全くないいいいっっていう問題もいっぱいあるんだよねそこも何とかしなきゃいけないかなって思うんですけどね。 いやでもこれからきっと出てくでしょう、ね、やっぱあとメンタルの,そのなんか不調をね訴えてらっしゃる人も多いし社会学とかこういう時になす出る幕がないのはかわいそうなほんはあるんだろうけどか、ね、あと時間とかもあるんでしょうねなんかその短期的にこうデータを集めるかねそうそう,そうまあそうなんそ、ね、横断横断的研究となんかその縦断的研究うたいなそう,そうで科学っていうかさ、はあ、理系の まあなんていうのすごいんだけどなんか限界を感じるのはさ現時点のデータでこうですっていうだけだったりするんだよねだから早いよそりゃ今週はこうでしたっていうとこからもう何かの結論を出すから、うん、それは数値だからそれはできるんだけど、うん、いやこの2年どうだったのみたいな話ってもうあんまりないじゃないあと未来のことはわからないって言って終わるじゃないううん、うん、そうですね、うん、でも文系はさ未来のことはわからないなりに考えるっていう、うん ところもりうん、うん、文系の中に入ってるからそうですよね。ああ、うん、でももしかしたら今こそね必要な要素なのかもしれないですけど、うん、一緒にやれるといいんだけど、うん、なかなかね相入れないっていうことはあるかもね。うん、ちょっとあの日本が あの文系をバカにしすぎてきてたんだなっていうことはずっと思いますあと親とかもうちの親とかもそうですけど、うん、文系食えないっていうことをやっぱ親たちの世代がやっぱそのすり込んでできてるわけですよ、うん、なんか文学やっても食えないよとかさ、うん、その哲学が出てな何になるのとか、うん、どこに就職するのとか言ってみんながさ子供ながらにそっかなんか駄目なのかとかって思ってみんなが理系の方を目指すような風に。うん なったらで女子とかでもその本当になんかあの数学が好きならいいんだけど、うん、数学の方が食えるし潰しが効くから、うん、そのなんかそんな文学英文学とかやってるんじゃないよ、うん、みたいな感じになって、うん、どんどんこうねなんか先細くていくっていうか、うん、文学的な感性が。うん、でもねねねそれは、ね、多分、ねうん その考えって文系的な考えなんだよね。文系的に考えると理系の方がいいよって思うんだと思う。<laughs> そ,うそうなんですよね、きっとね。理系の人はさ、うん、まあ自分が理系だったからこういうこともいいことがあってそれは良かったとかって言い方するかもしれないけど、うん、そのなんか理系と文系を比べたりしないと思うんだよ、ね。ああ、そうかもしれないですね。あんまり聞かないですね。そう。だ親は親が文系だと子供を理系に、うん。 した方がで実際になるかかどうかは別問題だよあそ,、ね、あのそっちが食えるとかそういうことを言ったりするっていうあとほらなんていうの多,多数派って考えた時にさ、うん、やっぱり少数な方がいいんじゃないかっていうの、うんうん、そういう文系的な判断っていうのがあるのかな、うん、とかさいろいろ感じるんだけどねそうですねあるかもしれないですね。うん いやー暇だとね、いろんなことを考えて生きてますよ。うん、そうそうそう、暇だといろんなことな仕事してないもんだからさ。はい。仕事してないで本当にぼーっとしちゃうとさ、うん、本当にぼーっとしてしまうので、ええうちにいていろいろなことを考えますな。うん、うんうん、いいことですよ。うん、今週はね、はい。ええー、あともう一つね。はい。 えー、知ったのは、うん、森岡健一郎さんっていう人を知ったんですよ。<laughs> へえ、それ何をなさる方ですか？これはね、編、うん、曲家なんですよ。へえ<ー>、編曲家でこの名前を聞いて、うん、おおって思った人は、うん、すんごい昭和歌謡を大好きな人。だから武平は森岡健一郎って聞いたらおしっこ漏らしちゃうかもしれない。うん、あ、そうね、本当は、はピアノのええー、あ。 八代市出身熊本県それでその中で一つだけまあいろんな話あるんですけど知ったエピソードがありまして今日これ本当はこれね枕にしたいいぐらなんですよここで喋っちゃうとやれなくなっちゃうかで非常にあれなんですけどお金もらってもいいんじゃないかって感じなんですけど。 えー、この森岡健一郎さんっていうのはいろんな昭、まあうん、和歌謡を、まあ、もちろんその中に「君といつまでも」っていう曲があります,らららーですよ、うん、ね。うん、で昔はさ特にさ、はい、あの作曲家 <laughs> 作詞家がもう分業っていうか専門家がいて、ねはい、つまり作曲視線詞が先だったり曲が先だったりいろいろあるんですけど。うん だいたい視線が多いんですよ、ね、悪遊みたいなそう、詩ができてきてこれにどんなメロディーつけてそれでできたメロディをどんな楽曲に仕上げるかっていうのは編曲家の役割ですよねそれで君といつまでももちろんダン工作の作品なので加山雄三さんが自分で作った曲ですよ、ね、だから作ってきたのは二人を言う闇がのところから 変わらないいつまでもまでででもを作ってくるわけすね、うん、それでじゃあ編曲家のこの森岡健一郎さんが曲にしてレコーディングしますってことになったわけ。うん、ねそれで素晴らしいのはやっぱり前奏が素晴らしいよ。 これれがももししし違っっっってたたらききととななかかいいそうででですよしょそれでそれに乗って加山さんが「歌うわけ二人の」ってねそれで1番までしっかり歌ってそれでね 加山さんがものすごいいい気持ちになっちゃったのよ、はあ、それで初めてのレコーディングの時に一番が終わった途端にボソッと幸せだなって言ったんですよそこで出たんですか<う>僕は幸せだなあのそう。それでまあ出たのは幸せだなだけなんです、うんうん、でそれを聞いてたプロデューサーが うん、それいただきっつってその後セリフを書いてあれになったのよ、うん、はあだから幸せだなっていうのだけは加山雄三さんの心のつぶやきなんだよね、うん、本当のね心のつぶやきだったのか、うん、でそれもあの曲はあのセリフの場面がなかったらどうだったんだろうなってい,う、うん、いやいうそ,そこまでねこんなに時代になんか残っていく、うん、いやー これをちょっと有料の。トピックス、うん。これはね。はい、き、で、今週知ったんですけど。いや、これは。素晴らしい。うちにいたって、こんな素晴らしいことに出会えるんですよ。うん、本当ですね。<laughs> うちからい。<あ>出てないびっくりした。三男はソフトバレーのキーボード知らないな。あ、そうそうそう。森岡さんね。知らな。それで、モダンチョキチョキーズの。うん、あのお姉さん、なんだっけ。浜田麻里、はい、さんと結婚して、離婚してんですよ。はい、あー。 もう今週ねだから盛岡家を調べ上げちゃった。いやちょっとデータをちょっとねよう多いですね。これねもうあの主な楽曲あからいくとあ二人でお酒を恨みっこなはい別れましょうねあれもイントロいいじゃんはいだん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 入るんだよねだらんだねちゃらんちゃんって入るんですよだからなんていうのその作曲した人と 前奏を作る人が別だった時に、魔法が生まれる時があるよね。うん、すごいね長崎は今日も雨だった。うん、多分シンガーソングライター時代になって。うん、そんなに、なんていうの前奏って、ドキドキしなくなってんですよね。うん、あ、そうかもしれ。ないやっぱり、メロディー作ったこう流れで、編曲をしていくから。全く別もじゃないじゃない、仕事が。うん 私の城下町もいいあ瀬戸の花嫁とね。そうだからそう小柳なぎ子さんもすごいやってるし。一番多いじゃないですか。クールファイブもやってんの。ブルーコメットね。ブルーシャトブルーブルブルーシャトでですブルーシャトだって前奏じゃないですか。森と泉ですもんねあれ森とそうだよそんで森と泉なのに。はい。タララ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 チャララって全然違う前奏が作るんだよ。 あのもう別の曲ですね、あるしねそうそう、だ前奏がやっぱりあ,<ー>あの素晴らしいんだ<ー>カナダからの手紙もそうなんだよあ、テレサテン空港ですか空港です私ね、だから iTunes の会員なんです Apple Music、うん、かはい、はい、私あの森川健一郎プレイリストを作りました <laughs> 森岡ね森,森,岡あれ森岡健一郎フォルダーみたいな作って、はいはい、で、今、はい あのああのなんだウィキペディアに載っている曲ね、はい、あすこれをあるだけ全部順番に登録しました。はいはい。でまだ全部聞ききれてないけど、そうそう。だから本当にそうそういうレベルですね。うん。はあフォーリーブス。うん。あすんあそれでなんかやってるうちにね、はい。盛岡健一郎さんっていう人と、はい。 船山元吉さんっていう人とい船山さん私とてもよく知ってます、うん、船山さんもすごいですね、うん、それから萩田光雄さんっていう人と、うんうん、この三つの、うん、まあなんていうのかなアレンジャーっていうのが出てきてつ、はいはい、かこの三人私船山さんのトークショー行ったことありますよ本当でこの人さ<れ>もうさジャニーズま今のだから今のキンプリとかもやってる人なんだよね、ま、そうそうそうすごいあの本当に、うん、俺が一歳の時からアレンジャーなのにさ あとね,すごいねなんかねアメリカに、えー、と当時いあなん90年代80年代後半ぐらいに行って、うん、もうあの日本に一個も来てないその,あのキーボードじゃなくてなんかその機種を1000万ぐらいで持ってきたんですよ。うん それでそれを用いたことによってすごい日本のニューミュージックというかが変わったっていうねあれねシンセサイザーの当時はもうすっごい高かったんですってうわ船山さんもすごいな曲数ウインク全部やってんだそうなのそうそうパワーとしちゃるのがイメージなんですは ちょっと時代は新しいかもしれないけど、でも柏原芳恵ちゃんとか。その辺とか、まあ可愛いなお子ちゃんとか、郷ひろみのお嫁さんばもやってるわけ。そうそうそう。だからさ、普通にセクシーゾーンとか、かいあって。そう、最近、あ、そう、仮面舞踏会。テレれれって、チェンチェそう、そうなのよ。だから、仮面、あの、なんだっけ。お嫁さんばはさ、はっきり言ってさ。 恋する女は綺麗さはい、はい、うよりもうタッタッタッタララッタの方が有名なわけじゃん。あ、わシンデレラが君はシンデレラニャー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 ニャ,ーニャ,ーニャーっていうキンプリのあのあの私があんまり最新の曲を知らないのにもかかわらず知ってるあの曲もやってるってあジェットコースターロマンスもね。はあ<ー>すごいんだよ。それでこの萩田光雄さんってところまでたどり着いて。はい そう,とそうするとこの人はアミンのマツワとか、はいはい、それからそうだな、うん、ええー、あとはですね、はい、何があるんだろうなまあ今崎純一とかも結構やってんだけどあそうなんですか木綿の,のハンカチーフもやってんだよねこの三人でショーはいいんじゃないかって思えるぐらいのさい、えーねえーね、堤強平さんとやってたっていうことなんですか、うん、そう結局さ作曲家の方が、うん 何て言うの,有名,言うの有名になるけどそこにどういうアレンジャーがついてるかって、ね、そうそうで,、うんうん、でなんかやっぱりさ舟山さんなんかはさ、うん、曲ができたら15分後に譜面が上がっててもうレコーディングできるっちゅうぐらいのアレンジャーだったらしいんですよすごかったわけ仕事の速さとかそう、そうみたいですねで昔ほらシンセサイザーで今みたいにさ全部打ち込めるんならいいけど、うん もうさ、スタジオにオーケストラ待っててさ、うん、それでそ,そこで譜面書いて渡してバンって取るとかっていう時代だからやっぱアレンジャーすごいなっていうう、ね、やっぱ別の才能っていうか,かやっぱついつい作詞家ね、うん、やっぱ堤恭平悪夢とか、まあ、あとなんだ、ね、平尾正樹とかねやっぱ前奏って大事だからさ昭和歌謡においては。 ああ、えっとね、萩、萩田さんだ、なんでしたっけ。萩田みぞさん。あ、これね、どっちかっていうと、これアイドルソングっていうか。あ、あ、あ、かゆい C ね、C ああ、アジアみ、あれ C はあれか、中山美穂か、誰。うん、そう、今わーっと思って。うん、いいですね。やってんですよ、結構。てますね、あ、中山美穂 C ですよ。ビーバ、ップハイスクールもやってます。うん。はい、中森、あ、中森明菜飾りじゃないのよ、涙は。ね。 そうそそうういうもうすぐイントロ出てきちゃうやつでウィキペディアはほか多数になってます長森明菜曲数多いんでしょうねこれねウィキペディアって全然載ってなくてで森岡健一郎さんも YouTube で検索するともっと出てくんですよなるほどんだか分かんない聞いたことない曲までいっぱい出てくんの萩田光雄さん静岡県出身だ慶応大学工学部電気科理系ですよ理系ですねまだねご存命ですよ歳 うん自分,自分で蓄音機作ってね、うん、94年に四年になって,てた75歳で同じうんいやいや,いやっていう今週一週間いやこれ愛さんね時間いくらあってもね足りませんよねそれで森川健一郎さんが作った音楽をいろいろ見ていくとさ映画音楽もやってるわけだよへえウィキペディア足りないですねうん それで映画音楽からごめんなさい、えー、宇宙からのメッセージっていうところへたどり着いて見ちゃったよね映画をで,、うん、でこの映画は「スター・ウォーズ」がアメリカで風切りになっておもしれってなって。うん、だけどその頃ってすぐには、うん 日本,日本にやって来ないわけ。確かに、確かに。一、うん、年以上かかるわけ。ふうき、ん、り、うんうん、まで。その間に、パクっちゃったんだよ、ね、す,すげえ。 宇宙,えーとね、宇宙からのメッセージ銀河大戦、ね、<う>宇宙からのメッセージじゃだからヨーダ役をヨーダみたいな人を成田三夫がやってんだよ,あよ<ろ>ヨーダじゃないやなんだっけツーハイいう人ね <laughs> あ、まあ <laughs>、うん、あれ分かったあのダース・ベイダーそうみたいな役の人がいてそれからあのハリソン・フォード役は ああ、サナダヒロキ。ああ、いやいい感じでいいですね。あそれサナダヒあのあってまあ、この人昭和年会だよ。あの演説秘書と同じ。あ、そう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 。それも面白いですね。昭和年会ですよ。青年会議所作ったなんかしてんだ。書いてあります。の発足に参加。発足当初チャーターメンバーの48名。すごいですね。宇宙からのメッセージちょっとちょっと面白かったんだよね。つぶらや英二がもちろんやってんですよ。特撮は。 はあ、でも真田広之がそのハリソン・フォードはかなりいい線いってますね。で森山あの低音の人なんだっけ、はい、森山なんとかってすごい低音の人がいるでしょあの吹き替えのうん、うん、あいや若山健三がねうん、うん、なんかね外人のね吹き替えとかやっててね、うん、あい,いですねいやちょっとね。 いやこう深いっすねこの人あの深掘りしたら時間かかる人ですねだからね「君といつまでも」からねからまさか宇宙からのメッセージにいっちゃったんだよね、うん、すごいっすねいやでも本当だってもう知ってる曲ばっかりだもんっていう感じでそれでねこの,この映画音楽は,、はいは なんかさ最初そっからスタートしたんですけど <laughs> そすんごいね、うん、ロシアのの作曲家のパクリなんですよあ<ー>、うん、もうね98%パクリみたいな音楽でっていうところからスタートしてるんですけど、うん、それを最初に知ったの何、ねはい、巡回してたら、うん、そっからわほんとだそっくりだみたいなとこからスペースオペラ映画である。<laughs> <laughs> スペースオペラであるしかもだってあれっすよ滝沢バキンジのど読本「南層里見八犬伝」をモチーフにした和製スペースオペラである、うん、でも制作費10億円だよすごいんだよでそのうちにね円谷に2億円払ってんだよ特撮だけで2億円 2> で宣伝費が2億何5,000万だったかな,なかすごいまあい、まあね、これすごいビキペディアの,あの、うん、宇宙宇宙なんだっけ宇宙からのメッセージすんごい、うん、めっちゃページ数多いですもん すごいよだから日本映画の中で一つこう,うこれ海外にも相当売れたらしい深澤現地こんなのやってたの深澤源氏なんですよ監督は私この人薬ヤクザ映画撮ってる人だと思ってました、うん、で絵コンテは石森章太郎書いたり、いたり芥川貴之のナレーションだからもう水戸黄門と同じなわけ、うん、そうですよ <laughs> 雰囲気が、うん、で塩見悦子真田広之千葉真一だから、うんうん、もうジャパンアクションクラブ満載感すごいし、うんはいはい ちょっとねいいこれはね宇宙からのメッセージはね、うんうん、えーっとなんだっけフルで見られんのかなや, <laughs> やめてやめて私,私を引き込まないで <laughs> みたいな、うん、フルでいや <laughs>、うん、なんだっけアマプラだとレンタルになっちゃうのかな、うん、400円だから、はい、<laughs> いやーこれはすごいっすねもうねなんかそ,、うん、でそっからまた行ってさ俺もうなんか昭和の映画とか見,見始まっちゃってやばいこと、うん、やばいっすねサブスクは危険ですね うん。うん、危ない。うん、だけど幸せだよ20俺は。二十世紀フォックスは幸せだな、うん。幸せだなって。な僕はね、幸せ。だけど、だけど仕事もしたい。 うん、そいやいやいや58分ですから次回決めましょういや面白かった今日ちょっとなんかこれあのあんいさんこれ終わった後は私昭和歌謡をスポティファイで聴きますぜひぜひスポティファイがすんごいあると思うからねそうそうそうアマゾンミュージックルもちょっといや二人でお酒をから順に聴いてそうそうあずさみちゃあからねかからら始まる歌いますよ だんだん、だんだんですからね。裏見こな足です、うん、<laughs> 分かりましょう。これでも鉄平社がいつもの、うん、あの、えー、結婚式で歌ってしまって怒られた歌。<笑><笑>そりゃそうだ。別れる歌歌っちゃだめあ, <laughs> あ、<laughs> すみませんでしたっっ <laughs> で、あれですね。はい。えー、今日は十日で十八日金曜日はいかがでしょうか。十八。ちょっと待ってね。はい。えー、十八日。あのね、そう。はい 俺ね来週はね札幌に行くんだよいいじゃないですか今んとこはいはいそれでね17日から行っちゃうんだなで一応月曜に帰ってくる予定なんで木金土日ゲストいないのでう。もうやけになってさ札幌にもう逃げちゃおうかと思っていやいいことですよでも札幌でもできますから18日の夜は札幌から中継札幌から中継してくださいね はい。そうしよう。十八日よろしいですかうん。いいよ。で、私、19日、落語会だから。じゃあ、いいですね。はい。ははい。い。え十八日、え金曜日。はい。はい。もう、マッキーで書いてくださいね、皆さんに。いや、彫刻刀よりきついですね、マッキー。マッキーで、え皆さんのうちの換気扇に書いてください。 <laughs> いやみんなねあの換気扇油ついてるんで <laughs> あダメかかけないか、はい、あのいや、うん、あの換気扇の油になんか刻んでください、うん、そうだねなんかあじゃあなんかあれかチョコクッタでかけばかけるかそうそう,そうむしろ爪楊枝とかね<で>ちょあと耳かきとかでもうね東京は八十人に一人今コロナでネコネコネコロってるらしいからさ、うん、なんか仲間でもね結構なんか出てて大変だなって思いますよね。うんね うん、頑張りましょうねもうょ皆さんも。私も本当はたぶん保菌しててただ単に症状が出ないだけなんじゃないかとも思ってます、ね、いやそういう人だからそういう人入れたらもっと増えると思,ううんだと思います本当はもう保菌してるんじゃないかと思って、うん、皆さんに比べて暇なので睡,睡眠も取れてますし、うん、食べ物もすごいしっかり食べてるんで症状が出ないだけなんじゃないかなっていうふうに思ってます、ねうんうん、そうしてるだけでいい,い,いよ みんなもうかかってると思って,生きてった方がいいんですよね。うん、そ,うそ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 う。だからそのあと何ですか飛沫はコロナ関係なく嫌ですから。うん、ペイ先生が打ち上げに来た時に本当に飛沫してるから、うん、みんなが自分の皿の上にこうなんか蓋をしたりとか隠したりするんですよ、うん、飛沫に対するその対策として。<laughs> コロナ関係なく飛沫はこう気をつけようっていうことです来ね。 はい、札幌から中継お願いします。はい、ボタンさんも元気でね。はいまた、お母さんとよくおしゃべりして、ネタを作ってくださいよ。はい、いこれは、あの、またポッドキャストでもお送りしますので、よかったら聞いてください。はい,はい、では、皆さん、良い夜をお過ごしください。はい、どうも、おやすみなさい。